2代目前1型リーフリーフとは、日産自動車が2010年から販売している、新セグメントクラスに属する5ドアハッチバック型の電気自動車である。リーフは2010年12月より日本及びアメリカ、合衆国で販売が開始され、他にも欧州市場、中国市場などに投入されている。2017年9月6日に、二代目へのフルモデルチェンジを発表した。 形式のゼワゼロエミッソンの頭文字から取られている。充電中の初代リーフ2009年8月に発表され、2010年12月に発売となった。日本、アメリカ、ヨーロッパをはじめグローバル市場に投入されており、2014年1月には世界累計販売台数10万台を、2015年12月には世界累計販売台数20万台達成している。 プラットフォームとフロント左右ドアは初代ゼレー型からの流用。今回のフルモデルチェンジによりバッテリースペース確保が行われた。40kWh 駆動用バッテリーを搭載し JC08 モードで 400km、WLTC モードで 322km の後続距離を実現。また、アクセルペダルのみの操作で発進、加速、減速、停止保持が可能な いいペダルや国産車初の本格的自動駐車システムでアクセル、ブレーキ、ハンドルシフト、パーキングブレーキまでを自動制御するプロパイロットパーキングを搭載する。なお、日産のグローバル生産台数が2017年9月19日に1億5000万台を突破したが、その記念すべき1億5000万台目はオフラインされたばかりの投車量であった。なお、 フルモデルチェンジ当初に予告されていた大容量バッテリーモデルは2019年1月にリーフ E として公式発表発売された 62kWh のリチウムイオンバッテリーを搭載後続距離は JC08 モードで 570km、WLTC モードで 458km となり急速充電時の対応最大出力も100。 キロワットに向上された。初代ゼレー型同様に2種類のバッテリー容量から選択が可能となった。また E パワートレインが新たに採用されたことで最高出力160キロワット、最大トルク 340nm を実現するとともに加速時間の短縮や最高速度の向上も実現している。その他 E ペダルは 車両重量の変化に合わせた制御の最適化と交代時の制御見直しが行われた。外観もフロントバンパー下部にブルーのリップスポイラー状のパーツが追加され、充電ポートに E ロゴが配された。日本でのグレード体系は EX と EG と EOTEC の3グレードが設定される。社名のリーフは英語で葉を意味するリーフが由来となっており、 植物の葉が大気を浄化することから社名に選ばれた。アメリカやドイツなどではリーフという名が他社によってすでに商標登録されていたため、それらの企業と交渉して商標権利を取得し世界統一名としている。ありがとうございます。